ファーストフォリオのヘンリー6世第2部の表紙の副写、ヘンリー6世第2部は、ウィリアム・シェイクスピアの刺激。1590年から1591年頃の作と信じられている。ヘンリー6世3部作の第2作にあたり、この作品の成功で、シェイクスピアの劇作家としての評価が確立された。シェイクスピアがヘンリー6世第2部で、 主に財源にしたのは、ラファエル・ホリン・シェッドの年代記で、それが、劇に、ターミナス・アド・クエムを与えた。エドワード・ホールの、ランカスター、ヨーク・両名家の統一も参考にしたようで、研究者たちは他にも、サミュエル・ダニエルのバラ戦争を題材とした詩に、シェイクスピアは通じていたのではと示唆している。ヘンリー六世、第二部は1590年から1591年頃に、 書かれたものと思われる。フィリップ・ヘンスローの日記には1592年3月3日、ストレンジ教一座によってヘンリー6世が上演されたと記されている。また、他の文献には、シェイクスピアのヘンリー6世三部作の他の二作も1592年に上演されたと書かれている。トマス・ナッシュのピアス・ペニーレスにはタルボット教を扱った。 人気劇について言及していて、これは、ヘンリー6世、第1部のことだろう。ロバート・グリーンの、A、グロッツ・アワース・オブ・ウィズというパンフレットには、ヘンリー6世、第3部の一行が、パロディにされている。第1部と、第3部が1592年に上演されている、ことから、直接の証拠はないものの、第2部もその年に上演されたものと推測される。 1594年に出版されたヘンリー6世第2部は書籍賞トーマス・ミリントンが同年3月12日に出版業組合に登録しその年のうちに印刷したものであるこのテキストは普通ヨーク・ランカスター両名家の争い第一部という題名で知られているがそれは短縮した題名で正式にはザ・ファーストパート of the contention between the two famous houses of York and Lancaster, with the des of the good Duke Hanfury, and the vanishment and the des of the Duke of the Folk, and the tragical, and of the proud cardinal of Winchester, with the notable rebellion of Jack Cade, and the Duke of York, as first claim unto the crown である。この番は二度再販されている。9歳は、 ウィリアム・ジャガードのフォールス・フォリオに収められたものである。19世紀には、ヨーク・ランカスター・両名家の争い第1部は、シェイクスピア以外の作者も宿作者たちの作で、シェイクスピアはそれをもとに、ヘンリー6世第2部を書いたと考えられていた。しかし、現代の批評家たちの意見は、ヨーク・ランカスター・両ョーの争い第1部は、おそらく、ヘンリー6世。 第2部でサフォーク公を呼び、軽度役の役者がオリジナルを書き留めたか、記憶を頼りに再現した悪い夜のり版であろうと見ている。1592年以来、ヘンリー6世第2部が公演されることはしばらくなかった。王政復興期にジョン・クラウンが第2部の第4.5幕と第3部全幕を内乱の悲惨に改定した。 1723年には別の改訂版がセオフィラス・シーバーによって上演された。ヘンリー6世3部作のすべてが個別に上演されるようになったのは20世紀になってからで1906年以来である。2016年には第3部と合わせて BBC がテレビ映画シリーズホロー・クラウン、嘆きの王冠の一編として制作した。 王妃マーガレット・オブ・アンジュー・イングランドをヘンリー6世と若きマーガレット・オブ・アンジューの結婚から劇は始まる。マーガレットはサフォーク公、ウィリアム・ドゥ・ラ・ポールのプロトジェで、サフォーク公はマーガレットを通じてヘンリー6世に影響を与えようと企んでいる。その邪魔になるのが国民に人気のあるセッションのグロスター後半フリーで王妃マーガレットは グロスター公爵夫人エリナーと宮廷で優位を競い合う。エリナーは、サフォーク公の密定によって魔術に首を突っ込み、その後逮捕される。しかし、エリナーが召喚した悪霊はこの劇の登場人物3人の運命を予言し、それは不幸にもことごとく的中することになる。ヨーク公リチャードは、ソールズベリー博とオリック博に、自らの王位の正当性を打ち明け、 二人の白は、ヨーク公の指示を誓う。グロスター公は、反逆罪で訴えられ、逮捕される。一方、ヨーク公リチャードは、アイルランドの反乱を鎮圧する軍の指揮官に任命される。ヨーク公は、この機会を利用しようとする。元、士官のジャック・ケイドに、王国全土を脅かす乱を起こさせ、その鎮圧を名目に、アイルランドにいる軍を率いて、イングランドに戻り、 王座を手に入れようと計画する。サフォーク公は殺し屋たちを使って、グロスター公を暗殺する。しかし陰謀がばれ、サフォーク公は追放され、マーガレットは悲しむ。悪霊の水によって彼は死ぬだろうという予言通り、サフォーク公は海賊のオルターに殺害される。マーガレットは、サフォーク公の血まみれの首を膝に抱き、悲しむ。 ヨーク公は軍を引き連れて、イングランドに戻ったが、軽度の乱はすでに鎮圧されていた。口実を失い、ヨーク公は軍を連れて戻ったのは、ヘンリー六世をサマセット公から守るためだと弁明する。しかし王妃マーガレットとクリフォード教の反論に遭い、ヨーク公は、王位の正当性を主張し、息子のエドワードと、リチャードもそれを支持する。イングランドの貴族たちは二敗に分かれて、 戦闘オールバーンズの戦いを始める。サマセット校は未来のリチャード3世に殺され、クリフォード教はヨーク校に殺される。クリフォード教の息子はヨークカ側への復讐を誓う。ヘンリー6世はロンドンに撤退し、ヨークや軍が追撃するところで、劇は終わり、第3部に続く。F.E. ハルイデー。 A. シェイクスピア・コンパニオン1564-1964ボルティモア・ペンギン 1964P217 ハルイデー P21618 サンプはドスンと物の,のぶつかる音小田島勇士わけではピーター・ドースンとされているありがとうございます